セッション83。FM 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。そしてスタジオへようこそいらっしゃいました。こんばんは。セッション83の時間でございます。スタジオライブでお送りするセッション83、今夜はですね、若さと迫力にあふれる、フュージョンバンド、川口雷司さん率いるハングライジ、そして、スペシャルゲストにジョージ川口さんをお迎えしております。今日も楽しく過ごしたいと思います。司会は私、川口隆とアシスタントは立花真由美です。お、今日は声がかかった。まゆみちゃん、約1名です。ありがとうございます。しかしあれですよね、最近はね、おなじみさんも増えておりまして、ここで声もね、見栄えてるかもしれませんが、この方は相変わらずあぶれております。何の話ですか。それではその、ね、破れた方も今日は楽しくいけるような、はい、若さにあふれるフュージョンバンドでございます。サングライジの皆さん、早速行ってみたいと思いますが、新しいサウンドをお楽しみくださいませ。それでは1曲目、クラッシュ、そしてクレディットマン、2曲続けてどうぞ。
サングライジー、2曲続けて聴いていただきました。1曲目はギターの長野豊の作曲の曲で、クラッシュ、そしてクレディットマン近藤博史の、作曲でございます。メンバーを紹介いたしましょう。キーボードは、寺田雅彦、パーカッション吉田光平、ベース近藤博史、ギター中野豊、そしてアコースティックピアノとシンセサイザーは松浦義和、テナーサックス永井純、そしてドラムスはリーダーの川口雷二。どうも。それではまた演奏を聴いていただきたいと思います。また2曲続けて聴いていただきます。1曲目は寺田デサンバ、名前の通り、寺田雅彦さんの作曲でございます。それにケインナイン、続けてどうぞ。
2曲聞いて、続けて聴いていただきました。寺田でサンバ、そしてケインナイン。それではここでライジさんのお父様をお迎えしたいと思います。ジョージ川口さんです。どうぞ。じゃあ真ん中の方で、ちょうど乗ってるところで、一つね、お伺いしたいと思いますが、僕がジョージ川口さんを知ったのは二十何年か前で、ビッグフォーって言いまして、ある番組でですね知ったんですが、それ以前にまた歴史がございますですよね。ですから、私はこの道ですね、今年で38年目ですね。おーって言っておりますが、38年だと。ね、で未だにパワフルなドラミングを聞かせてくれてるわけですけども、その頃から今、ね、今までずっと4ビートをやってらっしゃって。まあ、私はもう大体、最初からずっとジャズ一筋にやってきたもんですから。しかし、まあ、ポピュラー音楽もずっとこう、多少変わってきましたね。そうですね。しかし、まあ、基本的には音楽は変わりないですね。表面のリズムとか、それからリフなんかも、それからサウンドも、いろいろシンセサイダーとかね、いろんなのが入ってきて音楽の、表面が変化しつつあるというところですね。その変化しつつある方の、ね、一角をこれから、担っていこうというんで、ジョージ川口さんの息子さんがね、今年レコードデビューをしたわけですけども、今年ですね、親子、同時に、一つのレコード会社からね、発売っていうのはこれはもう日本でも初めてだと思いますけど、同時発売なんですよ。思わずお客様からの拍手でございます、ね、どうですか、息子さんのライジさんとしてはお父さんにこう挑戦状をね叩きつけると言いますか。いえいえ、そんなもんじゃないですけど、とにかくジャンルが少し違うと思うんでね、親父の方はもう4ビートビンビンでね、そっちの方のファンの人に喜んでもらえると思うし、やっぱ僕たちは若いフュージョンファンの人たちに楽しんでもらいたいしみたいな。なるほど。しかし今ね、今の K9 という曲の中で途中でちょっと4ビートをねパッとこうフレーズを入れておりましたんですよね。どう思いますか。いや、ああいうフレーズは、今最も流行ってるスタイルなんですね。だいたいニューヨークあたりはね、もうジャズスタってもうやっぱりもうフュージョン系のね、ジャズですから。そうするとあれですね、ジョージ川口さんは少しちょっと時代と違うんですか。いや、もう別に何十年経って変わらないと思いますよ。もう私の場合は4ビートも16ビートも全部同じように考えてますので。今年の4月に、同時にレコードを出されました、はい、でジョージ川口さんの方はどちらかというと4ビート昔のね、ああいう速いスイングの戦艦折れるものですが、どちらが今のところ売れてますか。それはやっぱりまともなそのジャズの方がやっぱり売れてるんじゃないですかとお父さんの方は言っておりますが、息子さんの方に聞いてみましょう。どうなんでしょうねこういうんじゃお父さんをちょっと超えられないんじゃないかという気もしますが、ここでねやはりね、それじゃ失礼します。それじゃあここでね、親子の対決を一つドラムでやっていただきたいと思います。じゃあ一つ準備していただいて、それじゃあハングライジに、ジョージ川口さんに加わっていただいて、ドラムスの、ね、対決をやっていただきましょう。じゃあ曲はキャラバンです。どうぞ。
Oh,
口、川口ライジ。いやしかしあれですね、これはあのね、ラジオを聴いてる皆さんにこの熱気といいますか、このパワーが伝わったかどうかちょっと、ね、心配なんでございますが、年のこと言ってね恐縮でございますが、56歳ですからね。イエーイ。まだまだジョージ川口さんには頑張っていただきたいと思います。そして息子さんの方にはね、お父さんをあの早い時期にね追い抜かしていただきたいと思いますが、それでは今夜最後の曲、ジョージ川口さんにも残っていただいて、一緒に演奏していただきたいと思います。それじゃあ Night Flight。スタジオライブでお送りするセッション83、今夜は若さと迫力あふれるフュージョングループ、ハングライジの皆さん、そしてやはり若さと迫力あふれるスペシャルゲスト、ジョージ川口さんをお迎えしてお送りしました。司会は私司会内隆とアシスタントは橘真由美でした。それではまた来週この時間お会いいたしましょう。